中京 TV スポーツ。変わりまして、女で一つで育ててくれた母親に恩返しがしたい、特別な思いでドラフト会議に臨んだ愛知県の大学生がいます。運命の一日で待っていた意外な結末、そして涙の母が実感した我が子の成長とは。先週木曜日、ドラフト会議当日の朝、野口ゆかりさん、オーナーを務める愛知県知立市の食堂カフェで朝食の準備をしていました。これがゆかりさんの日常です。お店にやってきたのは、この日指名を待つ息子の野口大志選手、名城大学の4年生です。おはよう。特別な日の朝、ゆかりさんは明るく息子に声をかけると。いただきます。いつもこの量なんですね。愛情たっぷりのメニューで息子にエールを送ります。寝てない？寝れなかった？一緒じゃん。寝ないよ。じゃあ次、いらっしゃい。少し心配そうなゆかりさん、というのも大志選手は食べ残し、この日の朝食にほとんど手をつけず、ご飯こんな残すないね、そんな残すことは。緊張するよね。実はゆかりさんはシングルマザー、女で一つで大志選手を育ててきました。野球見てるのが楽しかったので、もう苦労っていうのがもうないです。本当にやっぱりお母さんがやっぱり見えないところでやっぱ苦労していたと思いますし、まあ、そういうところでもやっぱ感謝をやっぱ伝えなきゃいけないなっていうふうに思います。実は大志選手、4年前の高校3年の時にもプロ入りを目指していましたが、ドラフト会議で指名を受けることはありませんでした。悔しさをバネに名城大学に進学、二人三脚での体作りが始まりました。ゆかりさんは朝昼晩の3食手作りご飯で大志選手をサポート。そんな4年間を過ごした結果、なんと24キロの増量に成功。パワーがつくと、長打力を兼ね備えた大学ナンバーワンキャッチャーと呼ばれるまでに成長したのです。毎日ご飯を作ってくれるお母さんのためにもやっぱ恩返しをしたいですし、まあ、そのような感謝をやっぱり10月20日に伝えれるようにはしたいです。この日、指名を待つため大学へ向かう大志選手は、めっちゃ緊張するな。やばいね、マジで。一方、母ゆかりさんは夕方からのドラフト会議に備え早めに店を閉めました。あ、お久しぶりです。わざわざ、はい、すいません。みんなお久しぶりです。どうなるか分かんないのに。いや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 。高校の同級生たちに、幼少時代の恩師らおよそ40人がお店に駆けつけ、指名の瞬間を待ちます。午後5時、名城大学では大志選手が会見場に向かっていました。本当本当にいよいよだ。はい、緊張してますね。どう？ちょっと顔引きつるぐらい緊張してます。はい、まあでも自分信じて頑張ります。いよいよ会見場へ。夢は叶うのか。運命のドラフト会議が始まりました。次々に指名が発表。しかし、まだ大志選手の名前は読み上げられません。これで
4巡目の選択が確定いたしました。会議終盤、先に同じ大学生のキャッチャーが指名を受けました。さらに選択終了。ヤクルトの5人です。次々に指名が打ち切られていきます。最後に残ったのは広島のみとなりました。そして選択終了。これにて全ての選択が終了いたしました。閉会宣言をお願いいたします。4年前に続き、またしても大志選手の名前は呼ばれず、指名を受けてお母さんに感謝の気持ちを伝えたい、その思いは叶いませんでした。こんな集まってもらって申し訳ないです。涙があふれるゆかりさん。その頃、大志選手は家に戻る途中、こうつぶやいていました。悔しいってもう言ってられないです、ここまで来たら。ここでくじけたら負けっすよね、マジで。そうっすね、まあ、今、やっぱ落ち込んでるのは、やっぱ気持ちもそれ一緒だと思うので、僕は泣かないようにしないと。それでもお母さんの待つお店に到着した途端、うわ悔しいです。そんな息子の様子に気づいたゆかりさん、泣いてはいられないと笑顔に。そしてお帰り、お帰り、頑張った、大丈夫。みんな待ってる。まず集まっていただきありがとうございます。こんなたくさんの方に支えられてるなっていうのはやっぱり今回実感できましたし、あと2年後絶対にプロに行くのでもう一度応援お願いします。そして息子からお母さんへ。やっぱり16年間、野球やらせてもらって、絶対に、まあ、高校の時のプロ指名漏れから絶対プロ行くって決めたけど、いやまた落ちて、あと2年後絶対に自分の力でプロっていう夢を掴み取るから、これからもよろしくお願いします。強くなったなって、もうずっと応援して支えていきます。野口選手もお母さんもお互いのために涙を見せないようにこうこらえてましたけど、でもね、涙がこぼれちゃってましたよね。そうなりますよね。しかもあんだけ仲間がね集まってくれてる中で、やっぱりすごく勇気いったと思うけど、集まっていただいてありがとうございますって、やっぱり言える野口さんっていうのはやっぱりすごいなと思いますしね。厳しい世界なんですね。ただやっぱりもうこれはもう有名な話なんですけど、同じキャッチャーでね、やっぱりヤクルトスワローズで大活躍された古田敦也さん、
立命館大学の時にドラフトで上位で指名されるっていうふうに言われていたのに、結局は見送られた。でもその後トヨタ自動車に入社して、で野球部で活躍されて、そしてヤクルトでドラフト2で指名される、それでまた名球会まで入るぐらいの選手もおられますから、野口さん、本当に頑張ってほしい。まだまだですよね。そうなんです。野口選手は今後関東の社会人野球チームでプレーを続け、2年後のプロ入りを目指すということです。引き続き応援しています。頑張れ。頑張って。